この夏場は家族で部屋を分かれてエアコンを使うのではなくて一つの部屋に集まってテレビなどを見てほしい、これつまり政府はエアコンを名指ししているわけですから、はい、節電対策のキーはエアコンだとやはり見ているというわけなんです。でこちらは電力予備率の見通しです3が最低限ないと 大規模停電などになってしまうかもしれないという目安なんですが、はい、来月以降見てみるともう来月東北電力東京電力中部電力3.1%ですからかなりギリギリになっています,す、ね、一方東京電力見てみますともう冬場マイナスマイナスマイナス表示になっているわけなんです 例えば家でも許容量を超える電気を使った場合ブレーカーが落ちますよね、うんはい、つまりマイナスですから許容量を超えているので東京電力管内大規模停電のおそれが1月、2月はありますよというデータになるわけなんです。ただこのデータ、うん 10年に1度の暑い夏だったり、はい、10年に1度の寒い冬だったりということを想定して作っていますので必ずしもこうなるとは限りません、うん、しかし突然こう逼迫しますよと言われると、はい、混乱すするる方もいいと思います、うん、そうですね、はい、そこで政府は明日大変だというとき前日の段階で5%未満なら注意報、はい、3%未満なら 本来、午後6時に出す予定だったんですがそれだと遅いということで2時間前倒しして午後4時にこの注意報が警報出ますので出た場合は節電です。